簡単には終わらせない。ワトにも意地があります。さあ再びレシエント、ダメだ、捕らえられた。どうせ開脚式のドライバーだ。えぐいな。徹底的に潰すラインメーター。このベルト持ってる男に負けはふさわしくないでしょう。どんどん勝ち上がって優勝してまた皆さんの前に戻ってきます。ニュージャパンワールドナウ、さあ 3.9 後楽園ホール大会が終わりました。今回はゲストに高道信選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。そしてナウ L デスペラード選手にもお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあニュージャパンカップの公式戦行われましたが、高選手いかがですか。いやー、俺が応援してた方がみんな負けたね。最悪だな、最悪だな。ビッグ東郷、金丸信さん、まあ、ワトは応援してないけど、岡田が嫌いだから岡田が負けるところ見たかったよね。くそ、俺が負けた男にワトが勝てるわけねえだろ。わかんねえだろ、丸め込みとかあんだから、くるっといってよ、ま、丸め込み一回もやんなかったから。そうだな。デスペラード選手はどういう、どういう、岡田、特に岡田選手の方、岡田選手。ああ、でもワトがこれは何を見せるかっていう試合だったなと。まあでも、うん、まあ、向こうの解説でも言ったんだけど、岡田の強さを知ってるとワトは今回不甲斐ないとは特に思わなかったかな。ただ岡田はやっぱり横綱だわ、うん、まだ岡田選手も胸板に残ってましたね。もうちょっと打っときゃよかった。金丸選手についてはどうですか。いやでも この部分はでも高さんと多分価値観が近いと思うんだけど、細かいことの積み重ねだけで試合を最後まで成立させてたじゃないですか。やっぱあれが僕の思う究極の形なんですけど、どうですかね、高さんはどう思うの。まあね、ただね、もう最後は本当シーマの意地でしかなかったよね、本当。まあでもね、やっぱノブさんはすげえなって改めて思ったし、でもね、やっぱそのシーマは背負ってるものの何かを感じたよね。うん、まあ、で今日はセコンド制で来なかったじゃん。一人で来て一人でやったってのはね、ようやったなって俺は思いましたね。今度そのシーマ選手、後藤選手が勝って、太一選手と岡田選手が勝って、もうこうなったら俺はね、太一対シーマみたいな、太一対シーマ、あるんじゃない。ないとは言えないよ俺、あると思うよ、うん。まあ、その場合あれでしょ、太一が、岡田に勝って、ああ、でシーマ選手が後藤に勝つ、ああ、いや、あると思うよ俺、うん、ああ、いや全然十分あり得るでしょ。で去年の俺だって G1 の、コーチだと思うんで、解説入ったのよ、すごかったよ太一の、まあ付き合い長いけど、もうあんなシングル見たことないもん、っていうものすごい試合、もう本当に俺も本当に勝つと思ったし、じゃあ勝つよ、勝つ勝つ。まだまだこのね、まだこう左上の山が進んでる状態で、人造山は 3.1 山梨大会では吉橋選手対藤田選手、中山選手対下道選手、田島選手対小渕選手、田中選手対田中選手、いや内藤下道楽しみだね。あー、どうなっちゃいますかね。キーワードはヒゲだよ、ヒゲ切った方がいい、絶対切った方がいい、狙われるよまた、あえて狙わせるかもしれない。あー、まあね、うん、楽しみだわそのシングル。話したいこれは、ユクラブ選手はどうですか。個人的には今日の第一試合はファレのテイクドロップキックで全てビビったな、あれもう全員絶叫したよ。あんなやつに案内されたらハマったもんじゃない。もう膝なくなるわ、本当だわ、膝飛んでくわ。そのファレ選手と棚橋選手の戦いが参戦する山梨大会メインとなりますので、ワールドでぜひ配信をご覧いただきたいと思います。楽しみだね、うん、6時半からニュージャパンワールドのぜひご覧ください。そして今日の大会見てない方はぜひアーカイブでもご覧いただきたいと思います。もう2人はなかなか揃う機会もないかもしれないです。
まあ、あんまりこの2人手合わないですから、ね、そんなこと鈴木軍内でタカさんと手合う人あんまりいないじゃないですか。そうボスが優しいからこう、まあ、そういう暴露ここでいらねえぞそういうのいらねえぞ。そうだ思い出した。なんだよ、そういえばこの間ツイッターで大使にめっちゃキレられてるじゃん。あいつまたあれじゃない、あの酔っ払ってたんじゃない、決まってたんじゃないの本当。まあ俺も決まってたけど、せっかくあれでしょ、タカ大使が決まって、ああでそれで太一とタカさんがすげえめちゃめちゃ実況を重ねた大事なカードを発表するときに酔った勢いで行っちゃうかっつったから、太一そりゃ切れますよ。いやそれも俺ららしくていいじゃねえか。俺ららしくてで、でも結局あれ何を落としたんだ。え何を落としたんだ。何あの時何言おうとした、ツイッターでなんか言って言うか言うて、その後すぐ怒られて何も言わなくなった。いやでも それがあるで、高大使の発表だよ。あそれだと、そうだよ、高大使マニア3ね、がお二人戦ってました。あそう、新日本プロレスで組まれないものは高大使でやってしまえってやつだから楽しかったな。ああ次はいつですか。次は5月6日金曜日18時半後楽園ホール高田一マニア 2.5。 3の次ですよ、4じゃないです。3の次、まあ、前回は高田一マニア3だけど今回は高田一マニア 2.5。 まあこれはね高田一からの謎かけだよね。とても深い意味があるかもしれないしないかもしれないし、まあ、タカさんが言う深いっていうのは、まあ、あんま当てにならない。おい膝からやめろ、暴露やめろ。まあとにかくあれよ 2.5 には深い意味があって、まあほらデスペもやりたいやついっぱいいるんだろ、でここでできないことはそこでやりゃいいんだよ。おまたやりたいやつ教えてくれよ。おこれからよ、高太一のノリと勢いでどん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 進めちゃうんで、俺勝手に言ってこう太一が怒っちゃったりするわけ。ペーパービューなんすか。ペーパービューね、どうなんだろうね。前回なんかすごかったみたいね、高太一3の時、マニア3の時えらい儲けたでしょ。まあでもね世界中の人に見てもらいたいから、どうしても来れない人もいるだろうから、まあこれ次第かな。最悪だな。近日中に何か出すかもしれないし出さないかもしれないし、 2.5 の謎楽しみにしておいてくれれば、ぜひ高田一 2.5 の続報にも皆さんご期待ください。はい、ということで今回は高道信選手、はい、ニューランド選手とお送りしました。ニューランドパワーワールドナウでした。ありがとうございました。